魔法科高校の劣等生は、佐島努による日本のライトノベル。公式略称は、魔法科。原作小説の出版は、電撃文庫からで、担当編集は、三木一馬。イラストは、キャラクター担当の石田香奈のほか、メカニックデザインを、ジミストーン、カラーコーディネートを、末永康子が担当する。続編として、魔法科高校の劣等生明治アンカンパニー、主人公の異なるシリーズ作品として、魔法科高校の優等生、魔法科高校の劣等生、志波達也暗殺計画、新、魔法科高校の劣等生、キグナスの乙女たちがある。2021年12月時点で、原作小説の累計発行部数は1300万部、シリーズ累計発行部数は2200万部をそれぞれ突破している。体系化された魔法を扱う、職業、魔法士を養成する架空の教育機関、魔法科高校を舞台とした学園バトルアクション。公式サイトなどでは、スクールマギクスと呼称されている。タイトルに魔法と名はついているが、ジャンルは SF エンターテイメントの一形態である。超能力ものだと作者は明かしている。また、敵が運よく見逃してくれたり、潜在能力が覚醒したなどのご都合展開をタブーとし、最初に設定したことから逸脱しないよう、心がけているという。そのご都合主義のタブーを踏まえ、幸運に頼らず自分の力でトラブルを踏み越えていく、現実的な物語を綴りたいと語っている。加えて英題に込められた、イレギュラーは、劣等生及び優等生双方におけるイレギュラーを表している。西暦1995年から歴史が分岐した架空の近未来を舞台にしている。歴史が分岐する以前からも表に出ない形で超能力者や忍術使いなどは存在しており、歴史の分岐後、科学的な超能力開発によって普及、体系化されたものが本作における魔法である。物理法則を操ることで現象を起こすため、物理学のような表現を意識している。先述した通り、ライトノベルよりも SF ジュブナイル小説を意識して書かれている。また、魔法学園ものという点では、ハリー・ポッターと魔術師オーフェンからの影響を受けており、特に魔法競技大会である、九光戦は、ハリー・ポッターと炎のゴブレットにおける3、大魔法学校対抗試合やクイディッチにインスパイアされていると文庫3巻の後書きでほのめかされている。もともとはウェブサイト小説家になろうにて2008年10月12日から連載されていたオンライン小説で同サイトで累計3000万 PV を超え累計ランキング1位を長らく独占していた。2011年12月13日横浜騒乱編の大幅な過失修正などを理由とし、ウェブ掲載していた魔法科高校の劣等生初年度の部の削除が作者から告知される。その初年度の部は11巻まで文庫化され、電撃文庫マガジンボリューム28からボリューム33にかけて、魔法科高校の劣等生2年度の部W7編が完全新作として連載された。かつて、超能力と呼ばれていた先天的に備わる能力が、魔法という名前で体系化され、強力な魔法技能士は、国の力とみなされるようになった。20年続いた第三次世界大戦が終結してから35年が経つ、西暦2095年、魔法技能士養成のための国策高等学校の一つ、国立魔法大学附属第一高校に、エリートとして将来を約束された一科生の妹とその補欠である二科生の兄が入学した時から卒業するまでの物語である。四つ化けという秘密主義の家系の次期党首候補として将来を縛られた妹、みゆきとそのガーディアンとしてやはり束縛されている兄、達也が自分たちの自由をつかみ取ろうとする物語が大筋となっている。兄弟の高校在学期間を舞台とし、優等生も劣等生もひっくるめた、学内、学外を問わない、多数のキャラクターの物語が繰り広げられる。入学式から3学期の終わりまでを描いた初年度の部が完結しており、進級後を描いた2年度の部が2016年9月まで刊行された。さらに次の年度、3年度の部が2017年2月から現在刊行中で全4編が予定されており、全16編で作品完結予定である。初年度の部は全国魔法科高校親善魔法競技大会や全国高校生魔法学論文コンペティションなど全国の魔法科高校の生徒が集う高校行事を軸にして大アレン号やユージェネといった他国の魔法師との戦いが展開する。2年度の部では前年度のエピソードを受け継ぎつつ国内の魔法師、集団、獣士族同士の陰謀争いが色濃くなり、そこに海外からの陰謀も絡み合う中で、平穏を守ろうとする魔法科高校の生徒たちの奮闘が描かれる。進級に応じて、達也の立場も変化し、作者曰く、物語は魔法科高校の革命児とでも呼ぶべき様相を呈していく。本編28巻の後書きにて、追跡編の下巻、奪還編、未来編、短編の卒業編で完結すると発表された。本作品は単独で完結する複数のエピソードから構成されており、各編は1巻から3巻の長さがある。ウェブ掲載時に各編は大小とナンバリングされていたが、文庫版では大話の谷に変更され、また第2話より後はナンバリング自体がされていない。来訪者編はウェブ掲載時では2編構成であったが、文庫化時に1編に統合された。2年度の部からは商業化以降に公開されるエピソードとなる。全国に9校のみ設置されている魔法技能士の養成を目的に設立された国策高等学校、国立魔法大学附属高校を魔法科高校と呼ぶ。各校の校名は略して、第一高校、一校のように通称されている。旧制高等学校のようなナンバースクールのイメージだが、あくまで現代の高等学校の分化したものであり、地域も旧制高等学校とは対応していない。上記の通り、1学年の定員が200名となっているのは1校から3校までで、この3校では1科生にしか指導教員がつかない。4校級高は、全生徒に指導教員がつくが、その質は1校3校のそれに1ランク落ちると言われている。また、各校のカリキュラムは、基本的に国立魔法大学の定める要項に従うが、3校を4校のように特色ある校風を掲げる学校や、土佐湾沿いにある7校や豪雪地帯にある8校のように地理的な環境が特性に反映されている学校もある。魔法科高校間の交流行事としては、以下のものがある。なお、魔法科高校は、週休1日制であり、体育祭や文化祭、修学旅行は行っていない。担当声優は、断りのない限りアニメ版のもので、他にオーディオドラマ DVD 版及び各種ゲーム版のキャスティングがある。学年については特に記載がない場合、2095年度のもの。司波兄弟、達也、みゆきの同級生、達也、みゆきの1年先輩、達也、みゆきの2年先輩、達也、みゆきの1年後輩、達也、みゆきの2年後輩教職員ほか四つ葉や達也と、みゆきの実家。獣士族の中では、七草家と並び最有力勢力だが、徹底した秘密主義を敷いており、世間には、現当主の名前しか公開しておらず、その家父はよく言えば、自主独立、悪く言えば唯我独尊と評されている。血統的な特徴として、精神干渉系魔法か、得意かつ強力な魔法のいずれかを身につけやすい。四つ葉家本邸は、旧山梨県の北西部にあるが、認識阻害の結界により、外部からは発見されにくくなっている。他家にはない独自の風習がいくつかあり、分家は、四つ葉と悟られないよう別の姓を名乗っており、シーバ、マシバ、シバタ、黒羽、武装、ツヒサシバ、姓の有力7、家から構成されている。また、四つ葉魔女誘拐事件の反省として四葉一族の重要人物には、ガーディアンと呼ばれる護衛が原則、つくことになっている。2062年に起こった、四葉真世誘拐事件の報復として単独で、大男を崩壊に追い込んだ通称、2062年の悪夢により、全世界の魔法関係者からは、触れてはならない者たちと、忌避されている。また、四葉家には、政府とは別に、四葉家のスポンサーとなり、凶悪犯罪を目論む、または犯した、魔法師のような、魔の闇に落ちた人間を捕らえ、秘密裏に処分する役目を与えた、非公式の秘密組織、元老院と呼ばれる後援者がおり、その意向は、現当主の四葉真世ですら無下に扱えない。四葉家の工作活動には、政府の要請以外にもその人物からの依頼である、ものも多いようであり、実質四葉家が気にかけ、影響されることを受け入れている、唯一の存在である。七草や七草、真由美の実家。四葉家と並んで、日本で最も力を持つ、魔法師集団と見られ、日本魔法界の双璧の一つとして知られる。十氏族の中でも抱える、魔法師の規模が、最も多く、その規模を生かして、東京方面で十文字家と協力して、情報の役割を担っている。また、十氏族の中でも、最も社交的と言われ、マスコミや政治家とのつながりも強い。魔法師の規模と政治力で、四葉家と並んでいるように見えているが、魔法師としての強さは、四葉家に及ばず、一部では数に物を言わせた、政治力で、四葉家と並んでいるように見せかけているとの評価もある。一条家一条荘、輝きの実家。北陸と東北地方西半分の地域に強い影響力を持ち、その地方の魔法師を強いリーダーシップによって掌握している。これにより、現状で北海道や九州、沖縄に戦力を集中させざるを得ない国防軍を補完し、十氏族のみならず、国防体制にも大きく貢献している。二木屋三谷家五輪家国家公認戦略級魔法師、13、使徒の一人である、逸話美代を擁する家。二つの戦略級魔法を開発した第五研究所出身で、戦略級魔法師である美代を抱えていることから十氏族に選ばれている。六塚家八代屋久島家世界最強の魔法師の一人に、して、日本魔法界の長老と呼ばれる、久島烈を擁する家。久島烈の意向により十氏族の地位に選ばれ、同じ第九県出身である久喜や、九頭美家からも、名手と敬われている。烈だけでなく、四葉家最高の魔法師にして、世界有数の魔法師でもある、四葉美幸に匹敵する、魔法力を持つアンジェリーナ・シールズと、久島光信も九頭の血筋であり、電子の魔女で知られる、藤林京子といった、最高クラスの魔法師を輩出している。反面、烈の息子であり、現当主の久島真言や光信を除く彼の子供たちは十氏族としては平凡で、勢力としても、久島烈の意向に依存している部分もある。この現状に対する真言の劣等感が、久島光信の誕生に大きく関わっている。十文字家。十文字勝人の実家。現在十氏族の序列で第3位と言われている。首都の最終防壁を目標とした第10研究所の成果として28家のうち四葉、十山以外の25家と一線を画する戦闘力を誇り、一騎当選と呼ばれている。その分、情報収集などの諜報面では他家に遅れを取ることもある。担当地域では、七草家と共に、東京首都を担当し、戦闘部分を担っている。執法課2097年2月の氏族会議にて、辞任した久島家に代わって十氏族へ選出。執法課久喜家13課、千葉や吉田家13束や独立マッソ大体その他の国家関係者スターズ各国により、国威発揚を目的として、その存在が、国際的に公にされている戦略級魔法師13名の総称。魔法の一覧に本国内世界各国9校選、競技種目各校から1つの競技にエントリーできるのは3名で、1人の選手が出場できるのは2種目までと決められている。大会の開催期間は10日間で、1年生のみが出場する競技、新人戦も設けられている。本戦は学年制限はない。新人戦は4日目から8日目にかけて行われる。休校戦の勝敗、順位は各競技のポイントの合計で決まる。1位が50ポイント、2位が30ポイント、3位が20ポイントという配分である。スピードシューティング、バトルボード、ミラージバットは4位が10ポイント。クラウドボールとアイスピラーズブレイクは3回戦敗退の4位、3チームにそれぞれ5ポイントが与えられる。急行戦の花形競技、モノリスコードは1位チームに100ポイント、2位チームに60ポイント、3位チームに40ポイントが与えられ、ポイント上で最も比重の大きな競技になっている。個人戦出場選手は6校が3名、3校が2名の24名で、前年度同一種目で下位に入った3校が2名枠という逆シードになる。2095年度からは新人戦が、それまで男女分けなしだったものが、それぞれ男子と女子に分かれる。2096年度は、軍事色の強い3種目へと入れ替えが行われる。出場できるのが、スティープルチェイスクロスカントリーを除き1種目のみで、1種目の出場者はミラージバットとモノリスコード以外はソロ1名とペア1組2名になった。スティープルチェイスクロスカントリーは2年生以上が全員参加可能で、実質2年生以上は全員2種目出場になる。ペアの1位が60点、2位が40点と、ソロよりも高い、3位は20点と同じ配点。2097年度休校戦は開催中止。全国高校生魔法学論文コンペティション第1期は2014年4月から同年9月まで放送された。全26話。放送開始の前週には一部の放送局で事前特番第1高校入学ガイダンスが放送され、監督の小野学、主要声優の中村雄一や早見沙織へのインタビュー。主題歌アーティストのリサやエライザからのコメントが紹介された。第2期、魔法科高校の劣等生来訪者編は2020年10月から12月まで放送された。当初は7月より放送が予定されていたが、2019、新型コロナウイルスの感染拡大による制作への影響を受けて放送延期が発表された。第11話の B パート以降は、原作者原案によるアニメオリジナルストーリーとなる。2021年2月には魔法科高校の劣等生追憶編の制作決定が告知され、スペシャルアニメとして2021年12月31日に放送された。放送後はシリーズの続編制作が発表された。原作イラストを担当している石田香奈が引き続きキャラクターデザインを担当しており、話によっては、創作画監督や、その修正文を、さらに修正する、総創作画監督も担当している。アニメ、が実施した、春アニメ2014何を見ますか？では総合ランキングで、第1位、男性ランキングでも第1位、女性ランキングで、第2位を記録した。また、ガジェット通信が実施した、アニメ流行語大賞2014では、新設のセリフ、さすがはお兄様ですが第7位を記録した。スタッフ主題歌オープニングテーマエンディングテーマ、挿入価格はリスト放送局関連商品、BD、DVD、CD ウェブラジオスピンオフ漫画、魔法科高校の優等生を原作とした、テレビアニメが2021年7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された。スタッフ主題歌格はリスト放送局2016年3月に原作者書き下ろし完全新作のオリジナルストーリーでの劇場映画化が発表され、2017年6月17日に劇場版魔法科高校の劣等生帽子を呼ぶ少女のタイトルで公開された。当初は59スクリーンでの上映だったが、後に上映されていない地方からの問い合わせが殺到し、同年8月より約40スクリーンを追加した約100スクリーン規模でのセカンド上映が行われた。スタッフは監督や制作会社を含めてテレビシリーズから一部変更されている。作中の時系列はテレビアニメ第2期来訪者編の第11話 A パートと B パートの間。達也が2年生進級前の春休みに起こった事件であり、来訪者編で初登場したアンジェリーナが主要キャラクターとして登場し、達也とみゆきが追憶編で登場した桜井穂波を回想するシーンがあるなど、公開当時はアニメ化されていなかったエピソードを知っていることを前提とした描写があるため、当時のテレビアニメのみで原作を未読だった視聴者には説明不足な部分が存在する。来訪者編を放送していたつぼねの一部では、最終回後となる2020年12月27日2021年1月2日に劇場版を放送した。主題歌、スピードスターは、ガルニデリアによる楽曲で、作詞をメリア、作曲、編曲を徳が手掛けている。全国59スクリーンの公開規模ながら、2017年6月 17.18 日の初日2日間で観客動員数 106,796 人、興行収入1億6、297万9,360 円となり、映画観客動員数ランキングで初登場第5位を獲得。ちなみに興行収入では初登場第4位となっている。また、ピアノ調査による初日満足度ランキングでも、満足度 90.8 となり第4位となった。以降動員数は、6位、11位、13位、15位、17位と、推移している。最終的な興行収入は5億7000万円。2018年1月28日に、BD、DVD を完全生産限定版、通常版同時発売。発売元はアネプレックス。共通映像特典として PVCEM 集を収録。ノベライズ版、劇場版魔法科高校の劣等生母子を呼ぶ少女、オーディオコメンタリー、劇場版魔法科高校の劣等生母子を呼ぶ少女公開直前特番、百獣の王、武井壮 VS 最強のイレギュラー、志波達也3つの最強で学ぶ魔法科の魅力歌。面的未給はニコニコ生放送と YouTube ライブにて配信。以下の出展は書籍や漫画の発売日の出展としている。魔法科高校の優等生に関するカテゴリー、劇場版魔法科高校の劣等生母子を呼ぶ少女に関するカテゴリー、魔法科高校の劣等生来訪者編に関するカテゴリー、魔法科高校の劣等生追憶編に関するカテゴリー。ありがとうございます。